こんにちは、パルトラです。今回ご紹介するのはフェイバリットスカルプターズライン東方30センチシリーズ南海の大決闘ゴジラ対エビラセット少年リック限定商品です。このフェイバリットスカルプターズラインというシリーズは有名造形師製作のガレージキットのソフビ化をコンセプトとしています。今回は1966年に公開されました映画ゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘から浅井造形原型製作の南海の大決闘大海原の外貨がソフビ化して発売されるということで、私も発売日を楽しみに待っていました。それでは少しサイズ感を見るためにちょっと他のフィギュアを並べてみました。まずこれはですね、バンダイのムービーモンスターシリーズの初代ゴジラですね。はい、もうこれかなりちっちゃく見えちゃいますね。そしてこれは東方30センチシリーズ、同じ30センチシリーズのゴジラ1975発光バージョンですね。でこれはですね、30センチシリーズの初代ゴジラですね、堺ゴジラになりますね。はい、そしてこれ今回のゴジラ、そしてエビラですね。でこのね、エビラの一番ね先の部分がこのね、ギガンティックのウルトラセブンとほぼほぼ同じなんですね。まあ、高さをね見ていただくためにギガンティックのウルトラセブンも置いてみました。サイズ感はねこんな感じになります。ということで本体をゆっくり見ていきたいと思いますが、もうねこの今の段階で本当にね迫力に圧倒されてますね。もう息を呑むっていうのはねこういうことを言うんですかね。素晴らしいですね。今回はね専用の台座がありまして、正面にですね映画のタイトルのロゴプレートが立てられるようになってます。このロゴプレートは差し込み式になってますね。そしてゴジラ本体も台座にジョイントのような形で差し込み式になってましたね。この台座はジオラマ風になっていて海と島をね表現していますね。海水面はクリア成形ではありませんが、彩色と光沢感でそれらしく見えるようになってますね。そして島の一部の崖や緑の部分も非常にリアルに見えます。ゴジラのねこの足の爪の彩色が見事ですね。すごくリアルです。何かね真珠を連想させるようなそんな彩色になってますね。そしてこのね体表のこの凹凸感、これは素晴らしいですね。そしてこのエビラの腕をねしっかり掴んでるこの腕、力強いですね。はい、そしてこのね顔です。歯もね非常に見事にね綺麗に彩色されてますね。で刃先がねちゃんと鋭くなってますよね。
いや、この目線がすごいですね。しっかりとエビラをね、見据えてますね。なかなかこう凛々しい顔に見えますよね。そしてこのゴジラの尻尾ですね、カッと上に持ち上げてるのがね、すごく力強いですよね。はい、尻尾のね、この質感もいいですね。そしてこのね、背びれもね、この白い部分をね、極端に強調しなくて、すごく自然な感じのね、彩色になってますよね。いや、これもね、いいですね。後方から見てもね、すごくかっこいいですね。そしてエビラをね、支えるための支柱が台座にセットできるようになっています。はい、こんな感じですね。特にこの支柱をつけなくてもエビラはね、このように投げられた状態を保ちますけれどもね、夏場になるとちょっと歪みが出るかもしれませんのでね、やっぱり支柱はつけておいた方がいいかと思いますね。このゴジラの体勢がやや後ろにね、のけぞったような感じになってるんですね。これがね、今にもね、こう動き出しそうなね、そんな躍動感を感じるんですね。そしてこのエビラ、非常に味がありますね。素晴らしい出来です。まずこの目がいいですね。少しこう光った感じに見えますね。これ劇中もこんな感じでしたね。そしてこの体表の質感、もう本当にね、細かい凹凸感がしっかり出てます。素晴らしいですね。そしてこのハサミ、うわー、劇中とね、全く同じイメージですね。表面の質感も最高ですね。このエビラのハサミや触覚も別パーツになってて、差し込み式になってるんですね。この小さいパーツはね、なくす可能性があるので気をつけないといけないですね。エビラの背中のトゲが素晴らしいですね。そしてこの跳ね上げる尻尾、この色合い、なんか見てるとね、結構美味しそうに見えちゃいますね。エビラの足の部分ですね、こう毛にね、覆われてるような感じがね、すごくうまく表現されてるんですね。いや、いい質感。そしてこの尻尾のあたりね、細かいね、毛に覆われてる感じがしっかり出てますよね。いや、このね、ゴジラの豪快な一本背負いがね、これから毎日見られるなんてすごく嬉しいですね。いや、このエビラも素晴らしい出来です。いや、ほんと今回はね、買ってよかったですね。私も今までいろいろゴジラのフィギュア見てきましたけどね、こんなになんかね、新鮮な感じで見られたのはね、久しぶりですね。本当にこう迫力あって、本当に息飲みましたよね。いや、圧倒されました今回は。ということで、今回ご紹介したのは X プラスフェイバレットスカルプターズライン東方30センチシリーズ南海の大決闘ゴジラ対エビラセット少年リック限定商品でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。